午前十一時前、桂宮さまがお亡くなりになりました。六十六歳でした。桂宮さまは昭和天皇の弟、三笠宮ご夫妻の次男で。天皇陛下のいとこにあたります。死因は急性心不全でした。桂宮さまは今朝、東京千代田区のお住まいで、呼吸が弱くなり。東大病院に搬送されましたが、午前十時五十五分に。 急性心不全のため亡くなられました、66歳でしたま日頃からあのあまりいい状況と言えるご状況ではございませんでしたバイタルサインと申しますけども、こういったものについては、昨日の段階では、えー、異常はございませんでした。病院では、三笠宮ご夫妻も立ち会われたということです。 桂宮まは1974年から10年間、NHK の職宅職員として勤務したほか、独身のままお一人で公務をされていました。その後、体調を崩し入退院を繰り返していて、自宅で療養を続けられていました。天皇皇后両陛下は先ほど聴問のためお住まいを訪問されました。